対角正面対角どっち、ま、前にしよう前にしよう。そうこれ見よう見まねでしか覚えられないもんね。そうなんですよ。これね日だね伝承の世界。そうそうそう、あのピカール使っちゃいけないんだって。ピカールあ、そうなんですか、うん、そうか。ハゲちゃうんだ。ハゲちゃう。結局ね、磨いちゃうからね。身長は削れちゃう。これ、あ、合うの高くて。金が取れちゃって、もうやめよう。私も出したことないから。いや、これ合ってます。これ焼いたのがいいな。どうした？ロア、焼いてるの？焼いてるの？この男かな？焼いてる。周りはさ、あそこは塗りかすずめ近くからリンクしたの。これであれで、金座の金をちょっと下持って、上に台をつけて、台金にして。使い回すの？おみこしはいつ作ったの？29年、昭和29年、29年、はい、うーん私と同い年です。同い年。あ、それは思いが何年ぶりにこれは出すの？タマさん15年ぶりぐらいだね、そこから出すのね。あそこが最後だよね。だからもう15年経つね。ここが名座ができた時の時はもう飾らなかった、うん。あれにさ、締め切りが終わった後にこれを金曜日に決めて、そうですね、決めてるわ。ここは短いです。これは短い。これ違うの？これは、ああ、あんまり有名じゃないですね。あとビニールテープで頑張って。そうビニールテープないと。ああ、食べた。それで食べた。なんだった。そこは入れるようにしてください。よく消えたね。あ、そうだ、縛るとかっこいいじゃん。神田明神でさ、手ぬぐい売ってんの知ってる？お祭りの手ぬぐい、神田日本橋っていう、で、神田日本橋っていうやつ、それ1枚買ってきてあそこに飾った。いかがでしょう？それは総意ですか？その辺の総意。ここ作ってる人がいいんじゃない？800円。センスでも持って帰っちゃってないね。センス広げてね、飾ってあった。あの女子。あ、本当さってこれ下が入れるとか負けない。あ、よかった。これ一番心配してた。人間の方がベッドって。こっちはの負けない。あ、なるほど。これ負けて。今日習った。これ一番いいじゃない。人間にここまで覚えてられる。指先さんの書いてる。無理。無理、僕は。もうだ、抜いても大丈夫です。あ、でもね、多分ね、これはね、覚えてるんじゃないかな、多分。オッケー、グッド。さすが。え？大丈夫か？一応、6人だから。